山口穂高入ってくる、ループ浮かしてシュート決めた、技ありのゴールが決まりました。前半の15分、山口穂高が決めました。今シーズン4点目、神戸が先制しました。竹内から中村啓太、そして運んで寄っている後藤へ、中カルディーニョスがニアに斜め、ノーシュート、おー、先制清水エスパルスです。カルディーニョスクロスを押し込みました。これは綺麗なゴールでしたね。始まりますけど、やっぱり鹿島の攻撃支えてるところ江坂ですよね。あ、フリーになった北爪だ、北爪ナイスコントロールからフィニッシュ、北爪が取りました。1対1、前半のアディショナルタイム、完璧なラストパスから北爪です。斉藤、なんか小林が今日上げています。作っていきましたね。松坂、前が空いた、引きつける、家永を使う、浮かせて、これ山根、うわフロンターレ先制、もう直接打てよっていうメッセージ、はい、アイデアもありますね。いや、いいシュートですね。家永、柔らかいボール、大外、登り方を落としたサポート、最高、小林優、3試合連続、分かりますよね、斉藤から小林、前半からね、やっぱりこう抜かないであげるというか、入れるというのはやってましたし、まあ、これも同じことですよね。そこに合わせてきましたのが井ノ原です。さあ、ここは伊佐江、ここら辺のセカンドシャー、ここで一気に感じて、三平が前に走り出す、その三平、伊佐、落として町田、ここに田中が入ってくる、周りの関係性含めて素晴らしい綺麗なゴールでしたね。